えというわけで今週も始まりましたラジオジャグの時間です。えー、今週も渋谷にありますサッカス東京からえお送りしたいと思います。で、今週は、えっと、先週に引き続き、えビト君にゲストで来ていただきました。えー、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。渋ビ君知らない人もいるのかなあのー、ラッパーで。 結構私が本当大好きなラッパーで,で先週はまあなんか脈絡のない話をいろいろしたんだよねで、ええ、最初緊張してたけどだんだんあれになってきたもんね,そうですね最初超緊張してたでしょ先週緊,緊張してましたね <laughs> 会話が全然なんか進まないから最初持つかなと思ったんだけど、ええ、でもあの後半には全然大丈夫だと思うね、ええ まあ、結構得意のはずなんだけどな私とかって思って <laughs> そうそうそう思ってたで先週はシびビト君があのまあ最後バックパッカーはやってたりとかしてねええー、って話で終わったんですけどそうですねその後この業界に入ったの業界に入ったっていうのがちょっとわからないんですけれども、うん、あのそれを で帰ってきてから、うん、あの当時、えー、18歳19歳頃ですねうん、うん、にあのそうですね、ま、あの同い年ぐらいの,、うん、の仲間たちで、うんえーま、ラップのグループを組んだりとか。うん、なんていう名前だっけ あの元その後あのしっかりと音源を作ったりとかっていうのは「折り紙」っていうグループなんですけどそうなる以前にえ全く別のグループもいろいろ組んだりとかでその時にこうもともとはでも本当にえー 最初はもうオーソドックスなもう本当にヒップホップのオケであれさ、えー、ジビロ君さ渋谷でさ、えー、なんか「フリースタイル」とかっていう映画、うん、あはい、はい、あれの前かなんかで,でやんなかったやりましたその時クラスさんいらっしゃいましたよねああそうですかあれはもうすでに折り紙が出会っていて、うんね、結構でも2004年 つたって顔ついちゃったけどでもいいいで、ね、あの映画が上演になった時にそのライブやったんだよねフリースタイルやりましたね、うん、その折り紙というグループを組む以前に、うん、あのそれこそ本当に渋谷のブエノスであったりとかファミリーだったり六本木で、うん、だったりいろんなその ナイトクラブで、うんえー、レギュラーイベントをやっている人たちのに、うん、あの声かけていただいたりとかうん、うん、そういったことで、えー、深夜タイに歌うっていうのを渋谷六本木やららうん、うん、東京のですねナイトクラブでこうマイクを握る。 ナイトクラブ。ナイって言ったらいいか。いわゆる、その。クラブっていうね。クラブの、あのナイト隊に、あの。夜の時間帯に。すみません、ナイトクラブって。言った深夜でね。深夜帯でね。え。ナイトクラブって言ったら、どうも、あの。ちょっとおじさんとおばさんが。あ、ですね。すみません。えっと、そうですね。そういったところで。えっと、やらせていただいたと。で。 そこからちょっとだんだんと自分もアンダーグラウンドな音が好きになってきて、うん、当時一緒にやってた連中とちょっと音楽的な部分で少し感覚が合わなくなってきてうん、うん、でまあそこから、まあ、バックパックも出かにも出てかけていくっていうのもあるんですけれどもそれで戻ってきて。あの とにかくヒップホップやラップっていうのはなんだかよくわからないけれども誰よりもぶっ飛んでる自信あるみたいな、うん、そんな若気の,あのイタリでフリースタイルバトル、うん、に出てみよう、うん、やったんだ <laughs> あやりましたねそう, <laughs> そうですねでビーボイパークうん知ってる知ってる」えー、で三部君がやっちゃったよね 三部君じゃなかったっけあの主催者、えーうん、まああの辺の子たちは結構知ってるけどあそうですれの何年だったか2000年代の初頭の方のやつに出て、うん、であの MC カーンさんが優勝した回で、うん、あの。 一番最後のたいあのー、優勝者とか決める大会の別会場になったんですけど、うん、そこにまでなぜか奇跡的にこう残ることができて代々木公園とかでやってたんだよねえっとその時は代々木体育館の方で MC バトルはやっていましたね <laughs>、うんうん、最後は国技館かなんかでやってなかったっけあれ,あれ代々木体育館だ 国技館光なんかでもやんなかったかな。韓でもやってましたっけ？なんか韓国でもやったんだよね、ビーボーパーク。あ,あそうですか。確か、うん。そうそう。なのあまりビーボーイのビーもわからない <laughs> あのただのバックパッカーが。クラッシュだってさ、えー、ビーボーパークって審査員や最初。あ,あそうですか。確か。最後のファイナルだけ。へえー。うん。のはずだよ。飲みに行ってたんだけどさ。へえー。<laughs> うん。 そうなんですよそれに出る前あたりぐらいから「うん、折り紙」っていうグループを組んでいてうん、うん、で特に次のライブもなく、まあ、名乗る名もないっていう相、うん、方一緒にずっと表現をしている人がいて、うん、でその人と DJ よしおさんっていう440、うん、よしおくん 吉尾さんと3人で「折り紙」っていうグループを組んで初ライブをファミリーでやったんですけど <laughs> で次のライブなんかが特にないけれども、まあ、ひたすらフリースタイルしたりあの何かやりたいと思っていて、うん、であのまあアメリカにも自分自身も、まあ、ヒップホップにこうハマりつつ ハマりながらい、うん、あの行って、まあ、ニューヨークでこうモブディープのカセットテープとかを聞きながらハーレムストリートを歩いてみたりとか、うん、アポロシアターのね、うん、あの見に行ったりとかね <laughs> でその時ニューヨークの学校みたいな少しだけ語学学校みたいなちょっと行、うん、きながらこうヒップホップ いやそうですねレゲエんまりとかも聞きながらえなそれは何年 <laughs> それは <coughs> 2000年ぐらいですかねうん、えー、1999か2000年ぐらいですかねうんでそこから帰ってきてす,すいません私も記憶がね結構こん。 混しててまっていて多分その帰ってきてからそのフリースタイルとかをとやるようになって「折り紙」っていうグループをえーでちゃんと曲を作ってみようっていうのがあるトラックメーカー「おります」っていうタイワニーズアメリカンのトラックメーカーと出会ってえそして名乗る名もないの周りにも素晴らしい音楽作る人たちがいて、うん。 でそういう人たちと一緒になってアルバムを作ってみるっていうことが20012、うん、年ぐらいにありまして、うん、でですねで2003年に初めて p ーバインから。 自主版で今まで出していた CDR で出していたものをちゃんと CD として全国に出していただいたっていうのが2003年ぐらいかもしれないですね2 0 2年か3年ですね、うん、で2000その後ずっと東京ででもやってたんでしょう。そうですね、うん、で2015年ぐらい前にだから京都 えー、そうですね2015年ぐらいに、ええ、その間,間はずっとどうしてたのその間えっ、ー、と2010年頃からですね一度その、うん、えっと海外の人と一緒にアルバム作ってみないかっていうことでうん、うん、カナダに渡って。 あの7日間で7曲作ってきてほしいっていう「セブンデイズシックスナイツっていう,うん、うん、あのもうトラックメーカーもカナダの人、うん、でラッ,ラッパーはアメリカの,、うん、あのフロリダのブルーバードっていうラッパーと一緒に、えー、合宿のようなのをして、うんえー、一枚アルバムを作ってくる、うん、ということを2010年頃にやっていて、うん、で そこから、ええー、やっていたんですが、2010、そ,そうなる、2005年ぐらいからですね、うん、5年間ぐらいが、もうほんと、ポコーンとこう、抜け落ちてしまうような間、間期間があって、なんか、まあ、本当に、 何にににも先にもも前先進まなかったんでしょうね曲は残せても1年に12曲ぐらいは作れてたとは思うんですけれども、うんうん、何にするにも形にならなくってもうとにかく <laughs> あのここら辺はちょっと放送できないかもしれない <laughs> 大丈夫だよ別にこんなのだってさ YouTube で自分たちで自主でやってんだから <laughs> 放送禁止用語も何もないんだから <laughs> まあそうですねまあその間はえー、まあ都会にながらも人里離れたところにえー、行っちゃっていたのかな、うん、というまあ大体分かったわええー、そうです <laughs> でまあその その時に、まあ、逆にそのほとんど人と会わなくなって、うん、あの人ではないものとずっと語り合うっていう <laughs> 時間があってそうですねその時間に、えー、何もその人間社会では何何んか 成し遂げられたのかといえば何も残せなかったんだけれども、うん、だんだんと目を覚ましつつあったと十年、うん、2010年頃から、うん、それでもまだ後を引いていて、うん、で2011年頃からなあの赤ちゃんのように目覚めたというか<ー>こうパッ,ハッと気づいたことがあって <laughs> <laughs> その後もまあ本当に失敗続きなんです僕の人生っていうのは。で し、なんか、失敗して、あの、でもそれは失敗っていうことなのかわからないし、失敗と言ってしまったら、まあその、なんだろう、すべてにおいて、<あ>あ<の>失敗ってないと思うのよ。そうですね。えー、まあ、勉強する時期だったじゃないですか。そうですね。勉強し,していた時期なんだと思います。うん。うん。なので、 うん、これもうほんに責任自分の人生を語るとなるとあの恥ずかしあのなかなかあれですけれどもこれはカットみたいのもできるんでですかできるけどしないけど <laughs> 基本そうか基本しないよ、うん、そうですよね、うん、だってしみ君聞いてるんだから分かるでしょうで小林の会とかなんか散々んん私に小林なんか怒られてたじゃん そ、えー、ああそうか <laughs> そうですねいいのよ全然。えー、だってさそんなこと言ったらさ私なんか多分さそうねまあ今,で今はね、えー、もう何もあれだけどもう悪いことやってないけど、えー、もう10代から20代の前半にかけてはもう本当にどんな 警察から公安から全部マークされて何でもあいつを捕まえろってゴリラがかかって <laughs>、えー、まあどんだけのことで悪いことっていうまあそうねだから暴走族が悪いっちゃ悪い、えー、だけどうんだから人に迷惑もかけたけどであとまあドラッグも散々。 何何から何までやって、えー、も頭いってたけどでもやっぱり表現をやりたいから全部やめられたし、えーうん、そういうのもあったしただだからそのこの間あの小林の時にン君たちのことでそのドラッグの話もしたけども、えー、まあじゃあその、まあ、例えばね覚醒剤だったりコカインだったりっていうものと。 やっぱりタイマーって違ってて、うん、で別に私、タイ麻ももう今は全然やらないけど、うん、でタイマーがいけないのかっていうと、医療用タイマーとかっていうのはもう、どこでも使われいろんな国でね、うん、今もう解禁になってて、うん、本当にいけないのかっていうのは検証するべきだとは思ってる。うんうん、で、確かに私の友達、ジャマイカのボン・マーレーの、 あのいとこの子がいて浴びちゃってすごいすごいアーティストなんだけど、えー、彼は例えばタイマーは吸わないけども全息、えー、持ってて、えー、で発作出た時にお茶にして飲むんだって、えー、そうするとやっぱり筋,筋肉が緩むから、えー、そうするとだ私なんかはやっぱりいろんなのでそういう心臓のあれとかがあるでしょ。えー、でやっぱり心臓が ドドキドキする前っってて筋肉がいききなりきりこわばたるの。えー、で、そういう時に私は別に大麻でのお茶とかも飲まないし日本だからやんないけど、えー、安定剤をやっぱりすっごい軽い安定剤を飲むのね、うん、そうすると筋肉がほぐれてきて、うん、それで少し楽になったりとか、えー、だからまあそれ大麻とその安定剤は違うけども、えー、でもそれは使いようだったり うん、あると思うから大麻に関しては一概に私は悪いとは思っていないただやっぱり覚醒剤だったり、ええ、コカインだったりっていうのはちょっとやっぱり私もさんちゃんやったし、ええ、それから見たし、ええ、死んでるやつも殺してるやつも知ってるから、ええ、だからそれはおすすめはしないそうですよ、ねうん、<laughs> っていうのはあるけどね 散々そのドラッグもそうだしそれから散々いろんな悪いこともやってきたけど、うん、だから今こうやって話もできるしそうですね、うん、だからそれは自分がそこに対して抱えていかなきゃいけないことだと一生抱えなきゃいけないことだよね。だけど、うん、あのどうせ私どうせ」っていう言葉を使いたくないのね。うん でどううせっていう言葉だからよく中学しか出てないと「ええ、どうせ自分は中卒だし」って「うん、中卒だし」とか「だから」とかって、うん中卒「中卒だからね」とか言うじゃん、ええ、あ違うんだよね逆なんだよねって思ってるわけ。うん。だっていう、ええ そういういのがあるから,から例えばとくんがどんな人生を歩いてきてても、うん、まあそんなこともやってきたけどっていう、うん、でも今こうだからっていうので私はいいと思ってるまああのそういう空白の何年間かっていうのがあったのかもしれないけれどもあの何にせよ まあ先ほどね失敗っていうことはないよ学んでいた時期にんではないのか、うん、でそういうふうにあの捉えられて、えー、今があるっていうのは自分も本当にそうなのであのその時がなかったら、うん、あのきっとそれは前回のねあの受験に大、ね、失敗してしまったというか <laughs> まあそれであの命を どうするかと考えた時でもそうなんですけれどもあのやはりこう目を覚ますようなきっかけであったりとかあのやはりいいよ「いいよ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 」いいよっていう中におってもずっといいよ「いいよいいよ」のまんまなんだけれども。 何やってんだお前っていうことを怒鳴るような、うん、怒鳴られるよう怒鳴ってくれるような人と出会うとか、うん、あのちゃんと否定してくれる否定というかねあの私もこうやって喋るよりもその歌であるんですけども本当の友とは 「君に厳しく根底に優しく荒れるもの、うん、肯定もせんが否定もせんとな見てみな自然はおのずからしかる」っていう歌が「うん、あの本当の友とは」っていうのであるんですけど、うん、そういうメロディーで。うん、でやっぱり「いいじゃないいいじゃない」「いや君いいよすごいよ」っていう風に言ってくれるのが「本当の友」っていう。 いう部分もあると思うんですけれども「いやお前ダメだよ」みたいな「うん、いやお前そ,そんなのダメだよ」みたいなのをちゃんとピシャッとなる、えー、言わずともそういう、えー、シーンが訪れるっていうのは、うん、その時は憎むべき相手なのかもしれないけれども、うんうん、なんかすごく心に残るなんかすごく嫌な気持ちになったっていうので、うん、敵なのかもしれないけれども。 時を追うごとにあの時ああいう風なことがなかったらば、うん、自分はいつまでたっても目が覚めなかったかもしれないみたいなことにも考えられるので、うん、すごくこうあの肯定もしないし否定もしないんだけれども、うん、ちゃんとこうあの言い合えなくなってしまう中よりしっかり言える、うん、その人っていうのが。うん あのそういたとえそういう人と疎遠になってしまったとしてもね、うん、そういったぶつかるっていうことがあったりとかするっていうのは、うん、後々自分自身もこう気づくことができる瞬間だったと思うのでそうだよ絶対。 聞くとどうかなとかっていうのって言、あのー、う人が何人かいるんだけど、うん、まあ古典版に言われるよ、うん、お前、まあ、こんなんじゃダメだめだよとかさ、うん、すっげー言われるのねこんな玉くんなとか思いながら、うん、絶対次いいのか作ってやるとかさ、うん、やっぱ次に行くあれだし、うん、で本当に何て言うのかなちゃんとその人たちの言葉っていうのはスタン といつもそれいいいいこといいふうに言ってもらえても悪いふうに言ってもらえても,言ってもストンと心に落ちるの、うん、そういう人を持つこと、うん、でもそれにはさやっぱりその確かにさなんていうのかな「ノるくさんノるくさん」るくさんって言ってなんかあれしてくれる子とかもさ結構いっぱいいたけどさでもそれは嬉しいけど。うん でもちゃんと上っ面のことでつながってても、うん、なんかしょうがなくて、うん、もっと深いところでちゃんとつか伝わってる子たちって、うん、なんかしょっちゅう連絡取んなくても、うん、それか10年に1回かもしんないけど、うん、それでも10年前と同じように付き合える人っているじゃん。 やっぱりすごいそういうのが大事だとでもそれはなぜそれができるかっていうと、うん、真剣にその瞬間を向き合うからだと思うのね。うわつらで何か言ってる連中とかさ、うん、なんかにはやっぱりそういうのがなんかちゃんと残らないし頭に、うん、心にも残らないし。うん、そうですね、うん やっぱり表現を続けていきたかった、うん、もう僕にはこれしかないのにもかかわらず、うん、それに向かってなぜにまっしぐらにいかないんだっていうところに、うん、ハッとしたっていうのは本当に大きかったんだと思いますね。それはやっぱ私もそうだったよ本当に。<え>私は本当に表現やりたかったからだから全部そういう。 ものから、全部立てたっていうのは、そこだもん。そうですね。うん。で、それはやっぱり。大きいよね。やりたい。本当に自分のやりたいことが見つかったってことだからさ。えー、で、そっからはもう。構成して、一途に、えー。えー、<laughs> って感じ。そうですね。うん、うん。あの。まあ、自分自身もそんな、こう。なんだろう。うん。 やはりこう、本当につづ、えー、やっぱりこれだけ夢中になれるものを見つけられたんだから、うんうん、ここ、あの、無駄に過ごしてる時間なんてないなっていうような気持ちにやっぱり慣れたし、うん、それならば今だと思った時に、うん、ガーッと、 やる力をいつでも持っていたいと思う時にこうやっぱりえとても集中できるような環境とえ心に持ってえ心でありたいというふうに思ってそれこそもうそういった なんですかね、そのい,いらんしがらみっていうんですかね、まあ、そういったことだとかも、うん、離,れ離れていくというかパッとこう自分からポコッといなくなったような感じなんですけどねそれはでも正解だよ、えーえー、絶対、うん、自,分が自分の人生だから、えーうん、自分がやっぱり目標があって目標っていうかやりたいことがあって、えー、そこに向かっていきたかったらやっぱり。 そこれをすべきだし、えーうん、なかなかさそれがみんなけつなかなかできないから、えー、そこから抜けられなかったり、えー、自分が本当にやりたいことがあってもそこを一歩踏み出せなかったり、えー、みんなそういう,ふうにしてるわけでしょそうですね。だからまださ若かったから若いしさ、えー、あれだけど今なんかさ例えば私はやりたいこといっぱいあるけど。えー でもそれは本当に自分の命だったりとかそういう体調だったりとかっていうのを考えるとあもうこれはちょっともしかしたらできないかもしれないなって思ってしまうこともあるのね。でやっぱりそのまあ本当にこの間の心臓があれした時のそのなんていうのかなその怖さみたいので思ってしまうんだけど、うん、でも。 うん、やっぱりその心臓がああなった時に自分が本当こんなに苦しいとは思わなかったってくらい苦し,苦しかったから、えー、それと恐怖だよね、えー、真っ暗になっていく本当に真っ暗な穴の中に落っこっていくような恐怖、えー、だからそれを感じた時にあこれこれはやりたいけど まあちょっともう無理かもしれないっていうのを初めて言わねじゃないけどうんだねやっぱり今はねまた元気にもし、うん、心臓が治って元気になったらこんな言ったこと忘れちゃうかもしれないけどね、うん、<laughs> <laughs> あれあの時無理だって言ってなかったっけみたいなことさ <laughs>、うん、全然変なこと知ったっけみたいな感じになるかもしれないけどうん。うん ね、ほ本当もう、うん、僕も会いたいと思って今すぐにと思ってあのねちょっとここに来らあのお会いできて良かったですほんとに私もだって渋谷君にやっぱり今回まあ結衣の時からだけど結衣、うん、の時もなんかちょっといろいろ私の話聞いて。 <で>でちょっと思って書いてくれたこともあったり、えー、今回もそうだったりっていうの今回はそのお手紙じゃないけどもそういう気持ちをねあれして、うん、載せてくれたりとか、うん、そういうのですごくなんか本当になんかちゃんと向き合ってくれてすごい感謝してるしだからすごい今回本当にひしめとくんに。 まあ実は実はなんだけどこの放送のすぐ後にあのに私は入院しなきゃいけなくてまあでも大したとりあえずは検査入院で,でどうなるかは全然まだ分かってないんだけどまあそれの前にね最後の収録でしびとくんをどうしても来てほしくて<っ>京都からよ呼びつけたっつうね<っ>私はね。いやもうつ僕はもう毎日あの倉、ー、石さんと作ってる間はちょっときあの。 聞けなかったんですけども、もう毎晩ほぼちょっと提出あのあ終わった後は毎晩あの聞きながらラジオジャグを、ね、<laughs> 聞きながらあの <laughs> 横になるっていうのがもうそれまでも日課でしたんでありがとうあのこれからもすごく楽しみにしていますねねでも本当にさそのシビトくんがあの本当に私久々にあのラッパーというよりも やっぱ詩人だ,、ね、<や>だから私「ラップ」っていう言葉をびとくんへのメールには使わなかった歌って口に書いて書いて、うん、そっちの歌をっていう言葉を使ったんだけど、うん、あれは詩でもなくその「ラップ」って言っちゃうと「 なんかその場で消えていくような儚さっていうか、うん、そういうものをなんかそのラッパって言葉には感じて、えー、そうではなくきちっと歌として残るっていうか、うん、そういうものに感じたんだ、ね、今回の曲って。あえー、だからあのメールにはあの漢字を使わせてもらったんだけど。えー 知っていう字で歌じゃないなと思って、あ、うん、えてあの歌にしたんだよね。ああ、ありがとうございます。なんかそれぐらいなんか本当に覚悟みたいなものっていうのも感じたし、えー、そうですね。うん、まあ素晴らしいと思って本当。Yeah. やっぱりねまだあの全然この番組の時には公開は全然できないんだけどあ最後にあのこの番組終わる時にあの1分半ぐらいかな、うん、最初のちょこっとだけは、うん、あの公開しようかなと思っているんで。ああ ちょっとまだだねねねミックス前なんだよ、ね、でも、ね、そうなんですよね今この放送時は。だから、ま、ミックス前の音源で最初の1分半ぐらいだけっていうところの限定なんだけど <laughs>、えー、まあちょっと触りだけでもねみんなに聞いてもらえればなんかシビト君の覚悟っていうかそうですま今回の「のクラッシュのアルバムが「あのストーリー」っていうね「うあのストーリー」というより「道」っていうねあれなんだよね。えー コンセプトで新しいそのシリーズがまあソロ活動30周年でま、うん、始まるんだけどそれの第1回でしびとくんとかにも参加してもらってそれでやるんだけどまあその道ってやっぱりそのみんなが生まれてから道がどん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 いっぱいできてきてそこに 携わる人たち自分の人生に携わる人もそうだし、うん、そこで出会った出来事にも道がありいろんなそのっていうねところだよね <laughs> からねちょっといろいろそういうコンセプトで、うん、ワンワードのコンセプトで今後もシリーズ化していっていろんな人たちの道っていうのを表現するっていうのが今回のストーリーなんだけどやっぱりそれは。 そのクラッシュがやっぱりちょっとあれになった時にスランプに陥った時に俺,の俺ももうここまでなのかもしれないって言ったことだったりあともやっぱりその、うん、終わりっていう字がやっぱりみんな見えてきて例えばそれは私の心臓もそうだし、うん、やっぱりどこで止まるかっていうのがわからない。 っていうことをあれした時に要するに生まれた時の喜びから結構もういろんな人生があって、うん、でみんないろんなことに出会って、うん、で今の若い子なんかもうすっげーイケイケイで、うん、っていうのがあるのかもしれないし、うん、でも例えば子供が生まれた時っていうのは。 その新しい生命の誕生に何を思うのかっていうのもあるのかもしれないし、うん、今度はやっぱり自分の大事な人たちの死っていうものも受け入れなきゃいけなかったり、うん、だからその今自分が参加してくれてる人たちがどこに立って何を思うのかっていうことをなんか作品にしてくれるといいなと思って。うん、うん そうですね、まあねそれで参加してもらったんだけどね。うん、その「道」という言葉を去年のね冬あたりに受けて、うん、でちょうど年末年始東京に戻ってましたんでねうん、うん、でその中で、えー、自分の新宿にあります実家の方から、えーまあ、電車にも乗らずひたすらテク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 ,テクと歩いてみようと。うん で道を人が作った道を歩く日常があまり今こっちの方でないので、うん、獣道歩いたり、うん、あの舗装された道路を歩くことの方が稀というなのであの道路や道をひたすら歩いていったらどこへ自分が向かっていくんだろうと、うん、っていうのも。 昔の街を歩いていてた昔から街を歩いた自転車であの都内をぐるぐるするのは大好きで、うん、あの歩くことは好きだったので、えー、ともかく歩いてみようと思ってこう胸にはその浅野さんから頂い,いた道っていうのとまだ倉敷さんからも音は届いてなかったので。うん、あの 自分の中で道って何なんだろうなっていうことを考えていっている時にやはりその先ほどまあ古地図の話が出てきましたけれども古、うん、地図を見ずともここはもしかして山だったんではないかとか何、うん、でここで迷ってしまうんだろうっていうその疑問のような町の地点みたいなのがあって。うん、で 本当に目的もなくその町についてしまったら迷ってしまうよなと、うん、でほ本当に迷ってしまったんですね私自身うん、うん、あらど,どう行ったらいいんだったっけっていうのも久しぶりで分からなかったんだけれどもでそれで迷、あのーまあ、った先にまあちょっと本屋があったので本屋でちょっと本を手に取って。うん ちょっと二宮金次郎のような状態で <laughs> あの,あのテクテク歩いていったら雑司ヶ谷の岸ジ人っていうのが目の前にバーンと現れてであの誰もいなかったんですけどもその岸ジ人の鬼っていう字に角がないなっていうのがあって、うん、あなんでないんだろうっていうようなことを考えたりしながらここはその。 確かに道を歩きながらで特に人間みんなねどこ行くにしても今こう顔をマスクしないといけないですし、うん、そういう中でみんな何を考えてるんだろう。でこの東京も空襲があって、うん、でもちろんかい関西の方もありましたし。うん で去年ちょうど石巻にも数日間行ってちょっと美術家の方のお手伝いをさせていただいていたんですけど、うん、そういう場所で、えー、感じることそしてあの東日本大震災があった、えー あ,とですね、あの,ー、なあの自分の仲間というか友達と一緒に、あのー、気仙沼と,、えー、と陸前高田でボランティアを、うん、あのさせてもらいに行ったんですけどがれき拾いと、えーまあ、ひたすらがれき拾い田んぼを 瓦礫拾いをずっとやってたんですけれども、うん、そんな数日間のボランティアではあの何もできなくって、うん、で最初はそのなんかあの音楽をやってたりしたのでね音楽で勇気づけられることはできるだろうかとかそんなようなことあまりこと考えてたんですけども。 そんなようなこと言ってる場合ではないようなところになってしまっていて、うん、でその田んぼの持ち主の人もこれだけ塩が入っちゃったんでねうん、うん、もうこんだけがれき拾ってもらってるけど、うん、もうここ 10, 10年先もう塩が引かない塩がなくならないだろうから、うん、もう何も育たんともうこんなところ、うん、っていう状態であったりあのそういった もう本当にあの言葉には何もできない、うんえー、言葉にならない状態で,でそれから年を経て去年石巻に行ってみてまたそのニュースやねそういった報道であるようなその復興っていうような。 文字とはまた違う姿が見えるところがあるし、うん、一方でその人間とはまたちょっと違ったところでのその人間がちっぽけな存在であるところでのこう地球の揺り戻しっていうんですかねこうなんか大きくこう変わったこと,ところからまた元に戻ってい,い,いくようなそのうねりというか。 そういったものにその石の巻に「巻石」っていう石があるんですよ。うん、で「膜」に「石」とか書いてありましてうん、うん、でほんとにい、N、海にこうポカッと浮かんだようになってる岩なんですけどうん、うん、その周りをこう渦が巻いてるんですね。うん、でずっととめどなくこうその渦が巻くようになっていて。 うん、で海流ができているわけなんですね、うん、そこでね。でその石巻と呼ばれているその由来もそこから来ているとされているのもあるんですけれども、うん、そ,そこにずっとい,たいてこう考えて、えー、いることがあった。あのうん その薪石を前にして詩を読んでみたりとかしてみたんですけれども、うん、その時の思いもまあその道にもつながっていて僕は去年あの、えー、世間がクリスマスムードの時に、うん、あの図書館に え、あのー、本を借りに行って。うん、それがあのー。広島第二中学。中学校一年生全滅の記録。っていう。うんうん、石碑っていう本だったんです、ね。だよねのに本当は逃げようとして。船に乗って、それがあれされちゃったっていうやつだよね。うん、あ、あのー、それはね、広島の原爆の。 うん、あの落ちた時にですねその広島第二中学校の1年生が、うん、あの全滅してしまったんですけれども、うん、その時の記録でその少年たちがその当日どんな行動をとっていたのかあそっちそういう話が載っていまして、うん、であの今ね元気にこう子どもは。 サンタさん来るかなという言って楽しみにしている日も目の前にありながら、うん、もあの逆にその死んでしまった子供のことをあの考えてみたいと思ったのか、うんうん、自然にこう手が伸びていてそれをずっと図書館で借りたんですけど結局買うことにして。うん、であの ずっっっととこれは持てていようと思ってその内容もねあの読んでみていただきたいなとも思うんですけども、うん、あのみんな不思議と虫の知らせというかその日、うん、あの原爆が落ちると知らないでですね学校に行く日なんですけど行きたくないよって言って、うん、あの帰ってきちゃう子が結構いて、えー、あの一人一人の何々くん何々くんの その日の朝の様子とかも書いてあるんですけどうん、うん、親が書いているで、えー、何度か戻ってきちゃってる子とか、うん、いつも元気に行ってきますって言って行くのに、うん、しばらく行ったら帰ってきて、うん、で水をガーッと飲んで何、うん、か意を消したように出かけていったっていう子がいたり、うん、でその中でまあ上空にその。 灼熱の火球が炸裂した時にあの担任の先生が言った言葉が「結露」「は川だ」うん「川へ飛び込め」っていう言葉が、うん、あの文中に出てきましたうん、うん、で結露」っていうのは「血の道」って書くんですけれども、うん、で本来の意味はその獣 傷ついた獣が血を垂らしながら行く道のことなんだけれども、うんうん、意味としてはあの敵の囲いから、えー、逃げる最後の逃げ道のような、うん、で結露は川だ川へ飛び込めって言っても全身大やけどを負ったそこら辺の子供たちや住民の人たちがみんな。 押押しし寄寄せせてて川にこっち側からは渡れないからも橋の向こうまでもう目も見えない状態で渡って向こう側からとか橋からもジャンプしたり、うん、っていう光景がもうその見,え見える文章であったんですけど、うん、一方で石巻はその結露は山だ山へ登れだったんですよね。 地球の揺り戻しというかもう大きなうねりが起きた時にその襲いもかかるし、うん、俺を頼,頼れではないけれども,、うん、もう生き残りたかったら俺にしがみつけとい,、うん、いうような部分がその川にで助かった人もいただろうし、うん、一方で山に登ったことによって助かったかもしれない。うんうん で石巻ではいろんな語り部があの日どうだったかっていうことを語り部の資料館としてまあそういった場所に建てられたりしてるんですけどそういった語り部の人たちがもう口を酸っぱくしてもうとがらせていうのはもうとにかくでやはりその死に対する危機感だったりとか その私が間近に感じたしっていうのはそのあの自分自身の経験でいうとご神木の枝打ちっていうのを、うん、あの任されたことが、えーうん、ありましてで氏神さんの神社でご神木8本。 まあメインの御神木は打たないんですけどその周りにある八本を打ってくれっていうので、えー、地上からこう登っていくわけなんですけども、えーまあ、ブリ縄っていう方法で空紙の,のようなこうあの特殊伐採の、えー、技術でロープでこうクライミング ツリークライミングの技術を僕は持ってないので、うん、そういうのではなくもう原始的な、うん、もう縄で縄と片木で持って、うん、こうこさえるメーターまでははしごで行くんですけど、うん、そこから以降はあの縄で登っていって、うん、初めての枝,子が枝があったらそこに足をかけられるとやっとそこで、うんえー、木と胴体になれるっていうようなところでそこまではもう縄と 枝でいく方法で上がっていって、うん、帰りにあのその枝があのちゃんとはまんなくって、うん、スローンと滑った時に、うん、あもうこれダメだと思ったけどなんとかしがみついて。うん 木にしがみついて今そんなことやったらねそのあの労働安全法上多分ダメなんですよ <laughs>、うん、でもなんか誰もやらないしやら,やらなくいや、えー、あのー、これはもう木が選んでくれたんだなと、うん、逆にこうお前お前が登ってこいと、うん、いうこと言ったのかなと思ってたんですけど。 昔は多分よく木登ってたんではないかなと思うんですよね人間って。うん、で山であの寝るなんかっていう時も木の上で寝てたり、えー、それはやっぱり腹をすかした野生動物もいますしね登ってこれないようにその恐ろしい声が聞こえたらとっさに木に登ってたりっていうのはあったと思うんですよね。 一方でその海に潜る、うん、ということ私はもう泳ぎがダメなんですけど泳ぎはダメなんですよ、ええ、もうへたっぴでだけどもあのうちのかみさんは結構その海女のようなこと貝取ってきたりとかするので、うん、結構海が京都も近い方なのであの海での えー、遊びみたいなのも向こう行ってから覚えたんですけど、うん、海もやはりもうこれ以上行ったらもう帰ってこれなくなってしまうかもしれないっていう怖さをすごく感じまして、うん、海ってさ、えー、いきなりストンと深くなるところがあって、えー、それまでサンゴがいっぱいあって、えー、それでもってずっと泳いでると。 いきなりサン号がふっとなくなった瞬間にそっからがものすごい深くなってて、うん、真っ暗な世界がそこには広がっててっていうのがあるじゃない、うん、そうですよねねねあれって本当に怖いんだよ、ね、そううでしょう、ねうん、でやっぱり私はその恐怖を覚えてしまうんですけれども、うん、そこを超えて、うん、えー 海女、まあ、さんのような人たちはねそ,そこを越えて潜っていくことであったりとか、うん、あのダイバーはねうん、うん、そ,そこを越えないと見えない景色があったりとか、うん、そのよく海の中にも森があるってね、うん、言われますけど私ナウシカの森は、えー、あのナウシカに出てくる森あるじゃん、えー、あれはあの海に沈んだと思ってるくらいああなるほど。 前になんかフィジー行った時にナウシカの森がここに沈んでるって思ったうーんすごいやっぱり見たことないことがさ、ええ、やっぱすごいいっぱいあるじゃないそうですよね景色がねうんだからその木もうん 海もですけど、まあ、木も時期によってはすごく水を吸い上げてるので木に耳を当てるとすごい水を吸ってる音が聞こえるんですけど、うん、で木を抱きしめたりそれこそ木に登ってね、えー、怖いというまあもちろん落ちたらお釈迦の高さまで行くんですけど、うん、怖いという気持ちを超えて。 登ってこいって木が言ってくるというかそういう時があってで抱きしめてその木のこうしてるこ枝にね、うん、足をかけて体を委ねて見る景色であったり海もそのそれ以上はいけないだろうっていうところに行って見える景色、うん、ま,あまたその天さんが最近、まあ、話がね飛躍してしまってあれなんですけど。ね さんが面白いなと思ったのは面白いなって言ったらあれですけど磯笛っていうのがあるようで、うん、その深く潜っているので肺が突然の呼吸だとこう肺が驚いてしまうと、うん、でそういう時にあの口笛を吹くように、うん、こう息をつくと、うん、で口笛をこうって吹くんではなくて,て,てみたいな、うん、こう。 っていう音がこう海の上で響くうん、うん、それが海の磯笛っていうらしいんですけどうん、うん、肺がこう潰れないといきなりのうん、うん、っていう呼吸ではなくってで口笛を吹くようにでこう吸う吸ってるのかな吸って出てる笛なのかななんかその呼吸と似たそのものを山あえ 木の上で呼吸するときにちょっと感じたことがあって最,最初の話で言ってるその命を奪いにも来るんだけれども、うん、その命を委ねてでしか見させてくれないような、うん、とんでもない光景もその自然は私たちにこう 魅力のみというかその見せてくれるというかいうところはあのすごい存在だなっていうのは存在と言いますかね、うん、恐れ恐れにも近いですね。うん、いや本当そうだよねだからなんか私も世界中行ってでいろんなものと俺はなぜ私が世界に行くようになったかっていうと、うん、やっぱり。 のの中の川津で東京のど真ん中でずっといても見えてくる景色ってそんなに変わってなくて、うん、だけどちょっと一歩踏み出したらすごいなんていうのかな例えば「バオバブの木」なんてさ、うん、アフリカにいっぱいあるじゃないで星の王子様に出てきてさ、うん、それで直径がさ何メートル ?5 メートルとか6メートルの巨木があるわけだよね。うん でそれは結構見られるんだけどバオバブが枯れた時って、うん、バオバブってすごい植物その繊維が多いの。ええ、で繊維だけが残るような感じになるの。はあで まあ、たまたまなんだけどね、うん、すごい私が仲良くなったそのエイズの男の子で、うん、それでその子はもう本当にステージ4だったから次来た時はいなもうダメかもねって思ってたんだけどドレッドのさ、うん、結構えちゃんなのやつだったんだけど、うん、でやっぱりそいつがの家の斜め前にそのバウバブの木があったの。うん、でなぜか分かんないけどすごい立派なバウバウだったのに。うん そいつが亡くなって一週間後にそのバオバブがいきなり倒れて、うん、それで繊維だけになってっていうのがあってね、うん、私はやっぱりあすごいあいつがやなんかあれしたか連れてったかなみたいな感じに思えたりね、うん、結構やっぱりそういうものもそうだしさ、うん、なんか世界中でいろんなだから私は海も あのダイビングはできないんだけどシュノーケーリングでそれはシュノーケーリングってダイビングって何かしょって人の介助がなきゃできないけど、うん、あのシュノーケーリングって自分だけ自分の呼吸音と、うん、それからその呼吸音だけじゃない聞こえてくるのが、うん、で自分の行きたいとこまで自分の力で行くっていうのがすごい好きで、うん、でシュノーケーリング でかお母さんの用水の中にお腹の中にいるような感覚、うん、自分の鼓動とその呼吸音だけだから。うん、でなんかそれがすっごい好きでまあストレスがもうあと1ミリで爆発するって時によく <laughs> あのシノーケリング行ったりするのね、えー。そういう中にどん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 ストレスが海の中に。 どどんどん染み出していくのが分かったりさ、うん、私ね世の中で一番すごい景色を見たことがあんの。ええ、<laughs> それはすごいあれで本当にそれ絶対見られないんだけど、ええ、普通はね。飛行機であのねアフリカからヨーロッパに戻る時に<ん>飛行機の中でのことなんだよこれは、ええ、本当はね。ええ、だから本当はねっていうかあのー。 満月の日だったんだよ。えー、で、サハラ砂漠の上空を飛んでた時に飛行機が、うん、その時にすっごい下に雲海があって、えー、真っ白な、うん、その雲が広がっている、厚い雲が広がってる、うん、上に満月があったの。雲の上に満月があって、えー、その満月の光が雲を全部金色にしたの。へえ。 ちょっとびっくりしてそれってさ飛行機乗ってどっか行かないけど、ええ、どっかのでも見れるんだけど、ええ、でも日本でこのアスファルトの上に足つけてたら、ええ、その景色は見れなかったわけじゃん。ええ、うんそうですねか確かにそれを体感自分での何て言うのかな 皮膚で感じれればもっといいんだけど、うんえー、それはちょっと無理だから、うん、飛行機の力を借りたけど、うん、あの金色の雲海に満月が、うん、ものすごい大きい満月があったのは、うん、忘れられない。うん、いやそれってなんか神々しいっていうかさ、うん、だからなんか一歩踏み出すことによって 見える景色が違ってくるっていうのは、うん、多分そういうことなのかなって、うん、すごく思うよねそでねそれは出会いもそうじゃん、人との、うん、だから私もその私は石巻じゃなくて南三陸だったけど、うん、おばあちゃんたちと人ずっとその布造りのプロジェクトをやってて、うん、でっていうのがあった時におばあちゃんたちと人やっぱりそこで行かなかったら出会わなかったわけだしね。うん それはアフリカの子どもたちもそうだし、うん、まあもちろんシビト君とかそういうのもそうだし、うん、みんなやっぱり一歩踏み出したことによって出会ったわけだからそうですね、うん、それってすごい大事なことだなってそうですね、うん、まあいろんな思いがあるよねええー、旅ねあの いいつかいあの一緒にちょっっとアフリカへ行ってみた私、ねうん、だから本当に心臓治ったらさ、えーえー、またちょっとそのプロジェクトまた再開それが一番最初にやらなきゃいけないことだと思っていて、えー、ここでも散々話してるのに、えー、まあ今コロナでねほんと行けないから。えー で,でも子供たちからこの間電話がかかってきて、うん、あいつらほんと時間考えないんだよね時差っていうものを。うん、で真夜中に電話がかかってきて何事かなと思ったら、うん、そしたらマラウィの番号で,、うん、であいつらその。 こっちっちちに繋がゃゃうとと電話料金かかるじゃない<ー>すとプリペイドの携帯だからみんな、えー、だからワン切りするわけ <laughs> <laughs> でワン切りしてそれでかけ直してあげて、えー、いつもそれでやり取りするんだけど、えー、そしたら「ママママ」っていう子がいるんだけどそ、えー、あの私のことをね「えー、ママいつになったらマラウイに帰ってくるの?」っていうの<ー>「そうだよね」っつってさ。えー 言うんだけどさな,たなかなかやっぱり今の状況ではさ、うん、で特にやっぱり今心臓がちょっとよくなくて、うん、でこれでコロナに感染したら多分ちょっとやばいなっていうのがあるから、うん、まあもうちょっと待っててって言って、うん、言ってんだけどね本当にうん期待なだからねしびと君も行こうよ本当そうですね ナンアのさマラウイのそういうのもあ,るありだけどナンアのゲットの、ええ、ゲットで本当に銃弾くらって生き,て生き延びてるあのラッパーとかさ、ええ、いっぱいいるからさ私友達、ええ、紹介するわ、ええ、すっげえいいやつらだよ。 やっぱりストリートの音楽ってこれだよねっていう、うん、そのなんて言うんだろうバックボーンがあるからさあの人たちには、えー、そのアパルトヘイトがあってその後のいろんなことが、えー、だからすっごい面白いと思ううんうんそうなんかやっぱり東京にいて、うん、まあいろんなそのまあラッパー とし演劇、ねうん、活動なさってる方とかってやっぱりストリートとか、うん、ストリートっていうのがあると思うんですけどやっぱりその今山で生きているこの生活の中にもストリートってあるんだよ、うん、っていうことはその <laughs> 違った角度から知っ,て知ってみるのも面白いと思っていて、うん、あのやはりその ゲッ,ゲットがどういったゲットなのかっていうのはやはりそう言ってみないとわからないしそこでどのように生きているのかとかやっぱり東京でどのように、うん、サバイブして、うん、でそこからヒリヒリとしたところから発される言葉っていうのがま,あまたあると思うんですけど。うんそうですね、だからその日本 日本でね、えー、日本のストリートがどれだけね、えー、そのどういう思いでやってるかっていうのはみんなそれぞれ違うと思うんだよ。えー、でやっぱり彼らは音楽で今の世の中変えられると思ってるから変、うん、えてきたから実際、えー、パルトヘイトなんかでもやっぱり音楽の影響力ってすごかったし。えー だから要するに本当は例えばその民族の言葉がズルだったらズル交差だったら交差っていうところの言葉があっても、ええ、英語はあえて全然学歴ない子たちがそれを英語で発して世界の人たちに自分たちの現状を聞いてほしいから英語を勉強するんだっていうのね。うん、だからやっぱり学校ではちょっと違ってたりさ。 なんていうの銃を捨ててマイクを持てっていうのがスローガンだったりするわけでしょ、えー、やっぱそういうストリートっていうものがあるしまあ前にもあのその企画書も見せた「オシュン」のあれなんかっていうのは、えー、う全く全然違うものだけどそこには太古から伝わるビートがあったりとかダンスがあって。えー それで処女の女の子が本当に処女かって思うんだけど、うん、生意気だから、うん。だけど処女の女の子が生けにえを頭の上に乗せてそれでもってその王様のパレスからそのお春寺院っていうテンプルまでね運ぶとかねそういう儀式みたいのもあってその周りをその州のドラムマスターとかダンスマスターが全部囲んで もビートが鳴り響くってだからそういうのもやっぱりしびとくんなんかには見せたいなとか思うしねそうですねまあ世界は広いしそうですねうん,ん早くね私も元気になったら、うん、行こうねいやあのぜひ <laughs> あの行きましょう本んとに、えー、その前に温泉行きたいわそうなんです 本まあともかくねなんかちょっとね、あのー、体休めながらになっちゃうけど、えー、やっぱ4月の23日にレコードの日っていうのがあって、えー、そのタイミングで今回のその「道の新しい暮らし」のシリーズ、えー、音源があのリリースされるので、えーね、そこでしびとくんの曲もきっちり もう歌詞カードきっっちり今回入ってるからあああの、ね、皆さんに言ってきますけど歌詞カードを、まあ、全然その耳だけで聞くのもありなんだけど歌詞カードを読んでほしい、うん、今回は本当に歌詞カードをちゃんと読んでほしい、うん、と思う <laughs> そうですねねなんかすごい素敵なものができたと思うし。うん ありがとねいえいえこちらこそです。うん、なんか身体表現から、えー、も元はやはり誰かを思って書いた手紙、うん、でその後には体が先にあって、うん、で言葉が後でついてくるような、うん、そんなものだったのであの 自分としてもこういった体験を記録することができてまたそれを多くの人にね聞いていただけたら非常に嬉しいです。ほ、うん、えー、本当あの是非本当に今回はあのまあ圧巻です「圧巻という言葉が」です。 あの以外に私は出てこなくてもしびと君のメールにももうそれ以外出てこないっつって書いたんだけどね、はい、圧巻でした <laughs> 本当にみんな聞いてくださいぜひ <laughs> というわけでね2週にわたって、はい、あのしびと君来てもらってこ今日全然音かけなかったね<ー>ごめんいやいやもうあの <laughs> まあ、はい、でもねこの後この後 あのその「クラッシュとやった曲のほんと触りだけですまだ、うん、今の段階では聞かせられないので <laughs> でまあツアーとかもあったりしていろいろあるので、うん、あの今後もちょっと情報発信していくので楽しみにしていてくださいでこのあとじゃたあこの時点では「たまよビーク」。 という曲で、まあこの時点ではね、最終的にどうなるかどうなるかうん。皆さん楽しみにしてる。じゃあその曲を、ちょっと本当に触りだけですが、聴いて、聞きながらお別れしたいと思います。ということで、しみとくんどうもありがとう。こちらこそありがとうございました。 仕上がったのは御山トンネル掘ったの誰や顔面半分隠した人間どうもがぶりを普通的図炙り出されて安全神話の銅ラを塗って三千逃げども逃げども誰も売ら豆を放らん硬色づくめの動植物園の檻の中に閉じ込められたか顔にはうち アクリル板越しランキングコンクローン隔離されたアフリカゾを積みなきアーサの花も組み替えの種も売り返される筋合いはなく国益のために故郷を追われて目的知らずにここにおるのはシンドラリストラ事件戦争に全てを捧げた君と似ていた殺戮されに生まれてきた殺戮死に生まれてきた血も涙もない命はこの世に一かけらもないはずで 死をないがしろに生き生が死をせわんのなら地球もつ涙を流すし地を揺るがし死を大たぎらす弱肉強食ピラメッツ世界で生き抜く法則忘れて冒と暴力信をたくさん拡散指先一つで落とした爆弾より高く積み上げ安く済ます命の価格その指先一つで風を読むんだよ人間さんやひとく突如下るスーパ,ツパーツれんつすわ空白の朝空はずが狂るた夜に落ち 文末の丸、つんざく、血で打つ、黒点にひれ伏す。僕の人弁を奇変に消やし、欲暴力の抱く、はつる、彫刻刀を研ぐ。本を、とつとつとボックス。飯に、ねじ切るよ、う掘る、鉄髪のご飛べ、先発いつまで待っても死神が来ないアスファルトの上の君たちは、生きながらにして死んじまったんだろうか。足跡がつかないこの道は、位牌の山と石踏みの上を削ってできた傷。